はい、皆さんこんにちは。遊び屋こいのぼりです。今回はビギナープレイヤー向けに最速で強くなるための2ステップを動画にさせていただきます。解説させていただきます。それでは行きましょう。私こいのぼりは忍者マストダイを開始当初、何もわからずどれから強化していいのかとか、そういうものをね、手探りでやっておりました。そもそも忍界ってなんだとか、無限疾走のクラスとはとかね、いろいろ意味が分からずやっており、リリースから1ヶ月近く退院報酬回数をね、すべて消費せずにいろいろともったいないことを繰り返しておりました。そこで自分は今回、経験から少しでも多くの忍者がつまずくことなく、無駄なく育成効率を上げていただけたらと思って、今回の動画にさせていただきます。それでは1ステップ目についてお話しします。1ステップ目はインストールしてからリセマラ後の話になりますので、こちら気をつけてください。ちょっと話ずれますが、リセマラは絶対に推しキャラと同属性武器を引いてから始めた方がいいです、ね、無課金そして微課金のプレイヤーならなおさら、これはね、後悔する要因の一つになるので気をつけてください。それではね、1ステップ目の1位いきたいと思います。1、メイン SSR 武器、そして戦闘忍者のレベル上げ、天部解放をしながら物語を進められるだけ進めてください、ね、そして2番目いきます。友人申請をしまくって友人を増やしましょう。はい、そして3、忍びの試練ができるようになったらおにぎりでメイン忍者の天部解放用の紋石をコツコツ集めましょうということですね。はい、そして4番目、お尋ね者の退院報酬回数は全てデイリーウィークリーともにやりきりましょうということですね。この4つが全てで1ステップになります。それでは1ステップ目の1について説明していきたいと思います。まずはね、物語を進めるというのはクリア報酬を得るためです。物語は勾玉だけではなく強化素材なども報酬でもらえるので、なるべく星3でクリアしていきましょう。何回かプレイして無理であればまた後でやればいいので一旦放置しましょう。はい、そして2、友人を増やすということですが、これはとても大切で、友人がいると強化素材や人選を獲得できるチャンスが増えるからです。人界が上がらないと友人になってもらえないという確率が高いかもしれませんが、できたらフレンド申請で同じくらいの人界の方に友人申請をしておくといいと思います。おにぎりは超大切です。ちなみに最大の上限は30個までですので、時間経過でマックスになる前に忍びの試練や無限疾走で消費しましょう。超もったいないです。はい、そして3番目、攻略を進めていき、忍びの試練が解放されたらメイン忍者におにぎりを対価として対象の紋石を交換してください。それが優先でございます。戦闘忍者の天部解放はとても大切な強化要素でございます。4、単位報酬回数を全て獲得する意識をしてください。消費する意識ですね。忍具はいつになってもこのゲームでは必須の装備になりますが、基本的にはお尋ね物で獲得することになりますので、しっかりとやってみてください。しかもそしてランダムでね、獲得になりますので、狙っては獲得することができないので、数をこなすしかありません。ルーティン化していきましょう。はい、ということで1ステップ目の説明でした。それでは2ステップ目に入りたいと思います。2ステップ目はちなみにいつからなのかと言いますと、天部解放が進み覚醒してからになります、ね、覚醒すると二刀流というね、スキルが解放されますので、武器を2本使用することができるようになります。この後も天部解放していくことで忍者はかなり強くなります。私の場合は凛をメインにしていますが、凛の場合は天部解放そして覚醒後の永久表彰というのがあるのですが、それを獲得したら世界がほんまに変わります。それでは2ステップ目の1からいきたいと思います。
忍びの試練で門跡優先から土を交換することを優先にしてください。2. おにぎりが端数残っている場合は無限疾走を走りまくってください。おにぎり5個で人選交換をするよりもずっと多くの人選を獲得できるようになります。これはステップ1でももちろん活用してください。人選不足解消法です。 3. 武器の精錬を上げ始めてください。これは武器を回収して得られる骨をね、対価に精錬経験値が得られるレンチと交換します。武器商店でレンチと交換して精錬上げもいいです。そちらに励んでください。メイン武器と同属性の SR に関しては精錬30、ね、経験値もらえますので回収はせずそのまま素材にしてください。強化画面から確認できますのでそちらの方はね、一つ一つ覚える感じでやってみてください。そして SSR は絶対に使わないものであっても確保しておいてください。ロックかけておくのが一番です。回収は現金です。後で後悔する要因の2つ目になります。私のね、忍者マストダイの動画の中にもダメ絶対という動画があるんですが、そちらの方をぜひ見ていただけたらと思います。はい、そしてね、ここまで来るとルーティン化されていると思いますので、私のこの動画の意味がしっかり理解できる頃になり、さらに効率化されているということになっていると思います。なのでこの頃には私の今現在にアップしている動画、そちらの方を見ていただければさらに強くなれると思います。そしてもし隊員報酬回数が消化しきれないということであれば、お尋ね者が倒せないということであればね、私の YouTube ライブが毎日20時からだいたいやっておりますので、そちらの方に来ていただきコメントで討伐したいと気軽に言ってください。もう A でもね、何でも構いません、とにかくね、その恥というかはね捨ててください。とにかく最初のうちはどん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 お尋ね者を倒した方が得です。そして最後に、お尋ね者から得られる流血、そして任務製作書というのはね、任マスをこれからプレイし続ける限りずっと必要になってきますので、そちらはしっかりと頭に入れておいてください。はい、ということでございまして、今回は強くなるための2ステップについて触れさせていただきました。参考になりましたらチャンネル登録高評価お願いいたします。またわからないときはね、この動画を繰り返し見ていただけたら幸いです。強くなったら同じようにビギナーの忍者の方に協力してあげてください。遊びや鯉のぼりでした。またね、良い一日を。